サメガオ城は、原新潟県明光市に、かつて存在した上杉家配下の日本の城。城跡は2008年7月28日に、国の史跡に指定された。追記念は分かっていないが、永城から天正年間に、上杉市による北国街道の防御を兼ねた、街道整備の一環として、春日や真城直近の最前線要塞の意味合いで、築城内市大規模改修がなされたと伝わる。 2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。献身死後に勃発した、お立の乱において、城主である、堀江宗近は、上杉影虎側につき、お立落城後に、関東への唯一の逃げ道となった、この城を経由して逃がすべく、影虎を城に引き入れる。しかしながら宗近は、安田県元の寝返り工作に応じ、二の丸に火を放ち当人は退去。 その後、総攻撃を受けた、サメガオ城は落城、影虎は祭祀ともども自陣して果てた。現在も、ヨネゾー跡からはその乱の時に焼けた米、焼き米が出土する。また、2008年度の調査において、熱を帯びた陶磁器や雑穀が混じっていないおにぎりが、出土している。一部の出土品は、城石下の管理センター、城石近くに、温泉施設、 影虎の湯に展示されている。ありがとうございます。